さんこんにちは、橋田子です。今日は金谷ホテルベーカリーのこちらの冷凍されているパンをいただいたので、こちらを使った3日間の朝食レシピを紹介したいと思います。それでは早速スタート。今回はこちらの金谷スペシャルの中から、金谷ホテルでパンの神様と言われている川津さんが作り出したロイヤルブレッドと、チェダーチーズ入りのチーズロード、そしてダイナゴン小豆と愛知県のアイエの抹茶を使った抹茶ダイナゴン、そして上質なコーン油を使った金谷ホテルマーガリンを使っていきたいと思います。今回はこちらの金谷スペシャルを紹介してるんですけど、他にもスタッフおすすめセットもあるみたいです。ロイヤルブレッドはシンプルに金谷ホテルマーガリンだけを塗って食べたかったので、それに合うサイドメニューを作っていきます。金谷ホテルマーガリンを鍋に引いた後に、ハム、ズッキーニ、舞茸を炒めていきます。そして卵も入れて一緒に炒めます。でシンプルに塩コショウだけをして味付けしました。いただきます。いただきます。食べてください。あ、ふわふわしてる、ね、うん、カリふわ耳がめっちゃカリカリしてるね。そして2日目の朝食です。まず鍋にオリーブオイルをひいて、ちょっとこれ引きすぎましたね、サーモンとブロッコリーを炒めます。そして味付けはマジックソルトのみです。これで十分美味しいです。そしてチーズとトマトってね、すごく相性が合うなと思って、前日にミネストローネを作っておきました。こちらのレシピはとても簡単で、バターを鍋に引き、ここにベーコンを入れて、人参、じゃがいも、玉ねぎを1センチ角に切ったものを入れます。そしてキャベツを入れます。で軽く炒めます。そしてお水を足して1缶トマト缶を入れます。で蓋を閉めて20分ぐらいグツグツ煮込んだ後に、おお、こんな感じでだいぶ野菜がくたっとしたら、コンソメを入れます。そして塩コショウもちょっとだけ入れました。そしてここにガーリックフレークも入れます。そしてケチャップも適量入れます。そしておからパウダーを入れるのが我が家流です。これでチーズに合うまろやかなミネストローネの完成です。いただきます。はい、食べます。うん、チーズ入り、どう？チーズ、チーズ、そう、本当だ、チーズいっぱい、美味しい。あ、めっちゃチーズ味だよ。なんか香ばしさもあるね。ミネストローネとかも食べてくださいね。3日目は甘めの朝食にしてみました。どれもそうなんですが、乾燥を防ぐためにカットされずに届くので、解凍してから切って、あらかじめ予熱しておいたオーブンで焼くと、とても美味しく焼けます。そして焼けたパンに金谷マーガリンを塗って、きな粉を振りかけます。そしてカットしたいちごを適当にね、パンにお皿にのせて、デーツシロップをかけます。これで完成です。きな粉の匂いする。もうこれ抹茶と小豆が入ってんの。フレンチトーストじゃなくて。違うよ、ただパンを焼いてマーガリン塗ってきな粉をかけて。うまっ。美味しい。うまっ。何これ、デザートや。そうだね、デザートだね、うん、食べようっと。マイユイチゴにもめっちゃ合うし、きな粉にも合うし。ほんと？パンがそもそもさ、抹茶と小豆入ってるから、うんうん、デザートになっちゃう。小豆初めからパンに練り込まれてるわけね。うん、うん、うん、うん。はい、ということで金谷ホテルベーカリーを使った3日間の朝食レシピを紹介したんですけど、そもそもね、なんで冷凍
冷凍パンって美味しく食べれるのって思う方いると思うんですけど、こちらのパンは保存量や添加物極力ね減らしているので、製造日から3日から4日ととてもね短い消費期限なんですよ。そこで金谷ホテルベーカリーさんは試行錯誤の上、美味しさを閉じ込められて鮮度を保てる冷凍パンにたどり着いたみたいなんです。そして冷凍でねあることによって、よりこう焼いた後の香ばしさが出て、食べてみてやっぱり正直いつも食べてるパンより特別なパンを食べてるなっていう気がします。ふんわり感とサクサク感をすごく楽しめるパンだなっていうふうに思いました。なんか冷凍パンだと調理の仕方によってね味が変わっちゃうんじゃないって思う人もいると思うんですけど、食べ方解凍の仕方はとってもね簡単です。まず届いてすぐマイナス18度の冷凍庫で保存すること。そして解凍方法は、自然解凍の場合は常温で3時間から4時間解凍する時間がない時とかやっぱあると思うんで、そういう時は電子レンジで軽くね温めて解凍して、オーブントースターで焼くだけでも十分ね美味しくいただけます。で、余ったパンは再度冷凍せずに、解凍したものは常温で保管して早めにね食べた方がいいです。あと冷蔵庫に入れて保存するっていうのは美味しさがなくなっちゃうので避けた方がいいです。今言った通り解凍後早めに食べるっていうのが一番の理想で、美味しさもベストです。このパンはねほんとギュッとね詰まっててキメが細かいパンなんですよ。そしてねパンにとっても重みがあります。お取り寄せですごく有名なお店だったので、私もちょっとなんか気になってはいたんですよ。なのでこの機会に、ね、食べれてとても嬉しかったです。自宅で食べるのもいいと思うし、親戚や家族や友達とかにこう送るのもねすごく喜ばれるんじゃないかなっていうふうに思います。このパンの詳細は概要欄に URL を貼っておくので、気になった方はそちらから見てみてください。ということで以上になります。この動画が良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。